皆さんこんにちは。鈴木康之のノンストレスセールスポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口です。鈴木さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、暑くなってきまして。暑くなりましたね。なんか、はい、寒くなったり暑くなったりですが、はい、暑くなればもう真夏ですね。6月も後半ですけど、はい、まあ本当にどこで梅雨が明けるか、明けたら一気に夏みたいな感じですけどね、はい、そうですね。結構夏でもジャケットはこれね、微妙なんですよねこれね、本当にあの営業の皆さんもそう思うんですけど、はい、思ってると思うんですよ。僕自身も営業を、まあ、数年前まで、はい、まあ、今も外に行きますけど、はい、これジャケットって着るべきなのか着ないべきなのかっていうね、ここも結構、はい、着てました。私は結構着てなかったです。シャツ、シャツ、はい、まあ、白とカラーとかありますけど、だいたい白が、白かブルー系で、あー、本当に行ってましたね。特にジャケット持たず、持たず、はい、そこはね、はい、難しいですよね。それが良かったのかはちょっとわからないです、はい、まあ答えからしたらですよ、はい、多分TPO に落ちてってやつだとは思うんですけど、はい、ただ比較的最近はあの行くとこ行くとこ実は企業さんに聞くんですよ、はい、どういうタイミングかというと、まあ、営業に行ってもそうですけど、もうセミナーとか研修が決まっていて打ち合わせに行く際に、はい、その着てるところが目につけば、あの普段は営業の方っていうジャケットと着用とか、うん、そういう部分が会社さんの方で何か指示されていらっしゃるんですかって聞くんですけど、はい、まあ、昔ほどきちっと何かやっぱりジャケットで、ね、営業マンなんでっていうのはもうなくなってきましたね。お、まあ、比較的今でもこうバリバリネクタイしてスーツジャケットっていうのはどちらかというと金融系、はい、まあ、それも保険会社さんとか不動産、はい、でそれもさらに不動産保険でも、はい、対企業さん、うん、いわゆる B2B というところは未だにそういう、はい、スタンスで営業されていらっしゃる方も多い、うん、ただ比較的今度は個人のお客さんの場合は、はい、真夏にね、この暑い時に分かるけど、はい、きちっとしなきゃいけないのは、はい、っていうところで、ノーネクタイ、まあ、ジャケットは手に持っているけどあのそれほどっていう人たちも多いですよね、はい、なんかそう、毎回沖縄話ですけど、はい、沖縄も今、沖縄ってかりゆしって言ってね、あのちょっとアロハに近いような、はい、とはいえもう少しなんていうのかな、きちっとしてるような、うん、まあ、襟元きちっとしてたりとか、はい、で、まあ、派手派手なものもありますけど、はい、白とかブルーとかね、そういうこと、あのワイシャツと同じような延長線上の何か、はい、少し柄のついたものが、沖縄県庁とか、はい、な、そういうこと那覇 市役所とか、はい、スタッフの人たちも、はい、そういう感じなんですか。もうジャケットいないですね。あ、ビシッとしてるのは大体、はい、あの本土から来られた保険の営業の方あパッチ見るとやっぱりそうかみたいな、そういう方やっぱり、はい、空港とかでも、空港でもほぼほぼジャケット着てる人っていないですね。もう、そうだ、最近、6月もいないですね。へえ、多分だから、あ、真冬もほぼほぼいないですね。あ、そうなんですか。はい、だね、聞いたお話で、はい、たまたまあのスーツの、実ね、仕立て屋さんを以前やってらっしゃる方がいて、はい、今は何をしてるかというと、仕事を辞めてですね、はい、仕立て屋さん、いわゆるテーラーから、はい、今は沖縄そばをやってらっしゃるね、そこの社長さんとオーナーさんいらっしゃる、はい、でかいお蕎麦屋さんで、はい、それはね、すごくね、勉強熱心な方で、はい、もう一生懸命僕がこうお伝えすることをですね、学んでいただいて、すごいこう勉強してる方なんですけど、その方とね、一度お話をした時に、はい、なんでテーラー辞めたんですかと、うん、沖縄で、はい、まあ、まさにその部分です。暑くなってくると、はい、やっぱりもうそれこそ一昔とか二昔前、20年か30年ぐらい前はやっぱりスーツ、今も当然スーツ屋さんってあって、百貨店にもあのオーダーのスーツとか、はい、あとはまあテナントさんでいろいろと新宿フロアにスーツありますけど、今ほとんどないのは、まあ、この暑さ
で一番最初にどこかの信用金庫さんも、はい、信用金庫さんが 金融系が取り入れたんですって、はい、そしたらとはいえ、はい、お客さんからすごいクレームがあったらしいですよ。クレームなんですか。そう、要は金融機関でありながらなんでジャケットも、はい、を着なければネクタイもしないで、はい、その買い主、はい、なんだみたいなというのが最初あったらしいですよ。あ、クレームもあったって。でも慣れてしまえばね、はい、というところなので、まあ、僕はあまりやはり皆さんの意識だから絶対自分はビシッとスーツ着ていくんだと思ったらそこでスイッチが入るわけですから、はい、それはそれでいいと思いますし、いやいや、お客さんのことを思ってあまり暑くてね汗が引かないような状況だったら、要は あえてジャケットを着ずにシャツで行って、はい、まあ、もしもそういうふうにちょっと気遣うんだったら、こういう状況なのですいません、ちょっとジャケットの濡らさせていただいて営業させていただいてますって一言言えば、はい、まあ、そこでコミュニケーションであれば問題ないんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。その会社の人がね、はい、ビシッとしろって言うとね、やらなきゃいけないのもあると思いますが、はい、逆にね、またそのいっぱい着ていくと、今日もちょっと地下鉄結構涼しい上寒いぐらい、あ、はい、そう、あの寒暖差が、はい、外暑いわ、はい、地下鉄寒いわ、はい、みたいなだと今度逆にね、汗かいたまま行くと寒かったりとか、そう、体調崩すといけないんで、ぜひご注意いただければと思います。はい、まあ、本当にこの時期はね、焦ってどうしようもないんで、はい、まあ、あのスーツも着なきゃいけない方は少し薄めのやつもねあるんで、そのところ注意していただければと思いますけど、はい、いいんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。はい、そんなところで、はい、本題に今回は、はい、移りたいんですけど、はい、ちょっとご質問いただいてて、はい、あの、なんて言うんでしょう、よく相手に興味を持って話を聞きましょうっていうのを多分繰り返しこのポッドキャストでもこうお伝えいただいていると思うんですけど、ね、興味関心、はい、ちょっと相手に興味をなかなか持てないんですけど、ね、私ってもう向いてないんですかみたいな質問をいただいたんですけど、うんうん、それってどうなんでしょう。どうですか、こう現役営業時代、はい、今もいろいろね営業を普段されていらっしゃるんですけど、はい、興味関心って、まあ、以前、はい、モテてました。実はあの売れてなかった、あの保険営業時代売れなかったんですけど、はい、その時モテなかったです。私も。な、モテなかった。はい、あの相手に興味持てっていろんな人から言われたんですけど、ね、あんまり興味が持てなくて結構困りました。なんでモテないんですかね。なんで。なんでモテないんだろうな。実はあの、はい、個人のコンサルティングというか営業のこう、まあ、お話を研修みたいな感じでさせていただいた方も、いやーちょっと人に興味ないんですよねあの売り上げたいとか給料とか、ね、コミッションとかにはすごい興味あるんですけど、はい、もうそもそも人に僕興味ないんですよねっていう人いたんですよ。はい、大変でしたね大変でしょうねそうそうそう、まあ、僕はいいんだけど、はい、自分自身がそこに気づかないとね。うん、なんで興味関心を持てないの。なんでなんでしょうね。なんか今思えばですけど、なんかその保険のちょっとダメだった時期はその目の前の人じゃなく人のことをなんか売る対象というか、なん営業の対象みたいな見方をしてた気がするんですよ。めちゃ失礼なんですけど、まあさらにもっと極端に言うと、はい、お金に見えるとかよくよね、はい、人がお金に見えてんじゃないのみたいな、はい、そんな感じなのかな。でなんか、はい、あんまり興味持ってなかったんですけど、今って逆にもうなんかすごくなんていうんですか、逆に営業相手とか全然違うじゃなくて、もうただどんな人って普通に興味持ってるんですよねって全然答えにならないんですけど、あ、いやいやいや、いいんじゃない、はい、いいんじゃない、そうそうそう、まずはあの、ね、僕毎回言うようにあの純粋な興味関心を持つ、はい、コミュニケーションの一番のいい形っていうのはお互いの純粋な興味関心って僕は言いますけど、はい、持てない
それがなんでモテないか、どうしたらモテるようになるかって改めて聞かれるとよくわかんないなと思って。そうですよね、はい、いや僕自身はね、どちらかというと興味関心はあったんですよ、はい、人自身に常に興味関心があって、はい、趣味は何ですか、人間観察ですっていうぐらいに人に興味関心があったんです、はい、さらにでも、面倒なのは、はい、興味関心があったけど数字が上がらなかったんです。ほう興味関心がなくて数字が上がらなかった、はい、あったんだけど数字が上がらなかった。2つの段階があって2パターンあるんです。2パターン、いや、うん、まあ最終的にじゃあ何が足りないのかとか、はい、っていうことですけど、まあそのじゃ あの なぜ興味持ってないのかということもそうだけど、はい、これがあったらこれが、じゃあどうやったら興味関心持てるのかというね、はい、どうやったら興味関心持てるのか、まあちょっとお話をすると、その、まあ、保険営業の若い方だったんですけど、はい、今ももう20、まだ25度かな、この前もちょっとたまたま久々にお会いして、はい、お話を聞いたんですけど、今めちゃんご興味関心持ってて、どちらかというと今鈴木さん何やってるんですかって興味関心それ興味関心だあ本当だみたいな、はい、そうだからね、面白いので興味関心を持てないって、まあ、お客様いわゆる営業としたら興味関心を持てない、うん、のかもしれないけど、はい、その彼の場合は人に興味関心ないんですよねって言っときながら、まあ、自分がどんな時に興味関心を持てるかって多分意識してなかった。どんな時に、そう、まあまあ営業の中でいうとこのアプローチって一番最初に相手にこう興味関心を持って話を聞くっていうけど、それは聞けないっていうところなんだけど、はい、一つはやっぱり共通点とかね、同じようなこと、はい、だからまあそこを見つけるのが大変ですってまた言ってしまえばそこもあるんだけど、はい、簡単に言ったら、はい、共通の趣味とか、うん、趣味で言ったらスポーツね、はい、そのサッカーならサッカー、山下のサッカー好きだからね、はい、サッカーでこう最近なんか遺跡の話題がねって言うと、いやーみたいな、はい、ありますね、ありますね、となるとそうなんです、あれって何ですかねと、なんでああいう風な結果になったんですか、そうですよね、はい、とかって話が盛り上がる、いわゆる純粋にその話、その人の興味関心持っていることにこっちも興味関心持てる、はい、っていうことあるじゃないですか、はい、っていうところだと思うんですよ。僕の場合はだからどちらかというとそっちの興味関心があったんですね。人にどんなことに興味関心持ってるのかなという興味関心があったりとかしてた、はい、ただ売上が上がらないとか、はい、っていうのは何かというとそこばっかりで、やっぱりね、山口さんの根っこは同じなんだけど、はい、その人自身の何かに興味関心が足りなかったな。へー、そうなんですか。そうだと思ってます、はい、まあ純粋にその人自身の興味関心ということは多分間違ってない、はい、ただその見る先、どこに興味関心を持つか、どこ、ここに持つと営業として成り立つ、ビジネスとして、まあ、制約率が上がる上がらないということよりかは、はい、興味を持って話ができるようになって、はい、結果、役に立ち、はい、結果契約をいただいたりとかお預かりしたりとか、ほう、購入していただき、はい、さらには紹介が出るっていうところにずっとつながっていると思うんですよね。ほう、そんな、はい、もう大事なポイントが遠回しに行ってますな、わかんないけど、そう、遠回しに行ってる感はありますが、はい、まあ結局どこに興味関心持つかって、興味関心持てないっていうのは、はい、そもそも自分自身が何かに興味関心がないんですね。何か相手ではなくてですか。うん、相手もそうなんですけど、その前、はい、まあ大事だからですね、まずは自分の持っているサービスとか、はい、商品に純粋に興味関心持ってるか、はい、自分の商品サービス、はい、はい、自分の、まあ、保険であれば、はい、保険っていう商品、不動産であれば不動産という商品が、人にとってどんないいことがあるのか、だから商品で言ったら得意性とか特徴とか、はい、こういうところがいい、うん、製品機能としての良さもそうだけど、はい、その先のその機能、製品の良さを通じて何が実現できるかっていうところが知らないといけない。
機能だけじゃなくてその先に何を得られるかみたいな、うん、まあ電化製品とかになるとやっぱスペックとかね、はい、あるじゃない、はい、モニターとかでいうと何画素とかさ、はい、確かにそれも重要、はい、でも それがあることによって見る人、はい、まあ利用する人がどうなりた、どうなりたいのか、どうなってたらその人はいいのかみたいなところが見えていないといけない、はい、自分自身の商品で、はい、だけど、まあ、悪いところばっかり見ちゃうとね、うちの商品であんまり良くないんでとか、うーん、他社の方がどうなのかとかってです、ほとんどがそういうことを言ってる人って、はい、いわゆるそのスペックで物を申してくださ いや、それは日進月歩なんで、今まで1だったやつが1日も変われば3位とか5位になっちゃうわけですよ、はい、ね、ポッドキャストのランキングもずれずれ変わるでしょ、はい、何が1番目かよく分かんないけど、はい、というように、はい、というよりかはその商品サービスを通じてそれを利用することによってその先にお客様がどんなことがなり、どんなことが成し遂げられるのかっていうところ、はい、まあ、保険で言ったら万が一、まあ、将来も安心して今と変わらず、はい、生活が送れる、うん、いわゆる安心してっていうポイント、はい、保険を通じて自分は保険を通じて安心というものを提供している、はい、といったところはまずそこまでが分かっていかなきゃいけない、はい、商品として例えば細かいところのスペックも当然必要なのよ、はい、それを通じてその先のものが分からなきゃいけない、はい、さらにそこまで分かっていくとそれを持ってるわけじゃないですか、それを武器として僕らは持ってるわけですよね、はい、そうするとお客さんにどんなところが、まあ、どういうことでその将来について安心をするのか、どういうことが山口さんにとって将来の安心って言えるのか、はい、どんなことを思ってるのかなっていう興味関心が湧いてくるんじゃないかと思うんですよ。あ、確かに。そもそも自分の商品は人に安心を与える、そう、保険なら保険を通じての安心、はい、不動産なら不動産を通しての、はい、まあそうだな、安心でもあるし、そこに不動産によって利益が上がったことによっての、はい、まあ、安心した生活とかっていうところであるとか、はい、まあ、そのところ、うん、幸せとか、はい、なるほどっていう価値を提供する商品だから、お客さんはどういうことで幸せだったり安心を感じるんだろうっていうのが気になってくる。そう、まずは自分の商品サービスの提供でどんなことできるのかなっていう状況もそうだけど、それ以上の妄想するんだよね。これ使ったら結構幸せになるんじゃないかとか、そこら辺はやっぱ想像しなきゃいけない、はい、なるほど。どんなことができるのか、はい、結構いろんなことできると思うんですよ、はい、簡単に言ったらもう本当漠然と言ったら幸せとか、うん、安心とかね、それがもう少し、明確に細分化されていたら家族との幸せ、うーん、妻との安心とか、はい、世の中の全体でもいいし会社の繁栄とか、はい、というところが皆さんの商品サービスを通じて現実できるんだ、はい、というところが腑に落ちていれば、はい、山口さんの会社では、山口さん個人では将来どんなことが安心というふうに言えるんだろうか、うん、何が幸せなんだろうか山口さんにとって、はい、そこちょっと聞いてこう、ちょっと興味あるな、山口さんで 何が幸せなんだろう、なるほど、時には将来どういうふうになってたら山口さん幸せを感じるの、はい、っていう興味関心、そこをまずは聞いてこようってことですわ。はあはあはあ、そうか。イメージ的に少し湧いていただければ、はい、とはいえやっぱりそこにないと興味関心って湧かないね、はい、うーん、純粋に確かにそれ売れたら売り上げが上がるから売り上げの方には興味関心は当然持ってていいと思いますよ、はい、
その人に会う瞬間までは今月あと何件取らなきゃとか、うん、あといくらでこのバーが上がって給料が上がるとか、はい、それはもう緻密な計算ですよ、はい、スケジューリングを立てない。ただ会った瞬間この人にとっての幸せって何なのかなっていうような興味関心を持って、はい、ただいきなりね、あなたにとって幸せは何ですかとは聞けないから、はい、まあ、毎回言うんですけど、状況的に今現状どうですかって、その中で将来どうなっていきたいですかとか、はい、聞いた時に、もうじゃあ山口さんにとっても将来ってどんなところが幸せっていう感じなんですかみたいな、そこに対して幸せっていう定義ができるじゃないですか、はい、山口さんにとったら幸せ、ちなみにまあ何でもいいです、何が幸せです、幸せ何でもいいです、適当に作ってもいいです、今日私にとっての幸せなんだろう、いろいろ選択権があること、選択権があること、はい、選択するためには何が必要ですか、選択するためには何が必要か、なんだろう、知らないと選択できないのでいろいろ知ることが必要、なるほど、知ることが必要、はい、そのためのこう今こう今の課題、まあ、将来的に、ね、それがそういうふうに実現するのであれば、はい、そのためにこう今何かやってることとか、はい、常にこう意識したいとか、あ、なんかやっぱり新しい体験とか新しいことを結構意識的に、あ、なんかいつものパターンにならないように意識してます。ほー、結構すごいですね。で、その、まあ、そこ意識はしてるんですけど、まあ、その中でそれが常にこうできればいいですけど、はい、なんかこうそれをこうするためにやっぱりこう問題とかとかって何かありますか、まあ、とは言ってもやっぱり仕事が立て込むともう本当にルーティーンを、ね、必死でこなすみたいな、ああ時間の、はい、はい、っていう、まあ、時間の確保っていうところが一番何でしょう、まあ、問題というか、はい、課題というか、はい、ですかね。なるほど、それどうやったらこう確保できるんですかね。どうやったら、どうしたらいいんでしょうね。まあ、なんか人に頼めることは頼んだりだとか。なるほどなるほど。あと、まあそもそも仕事をなんて言うんでしょう。もっと選ぶというか。あ、そうね。はい。ちょっといろいろ張り切ってやっちゃうタイプなので。全部入れちゃう。なるほどなるほど。っていう。ことですかね。あ、じゃ あ, まあそこら辺が、はい、整理できるのが一番いいかな、ね、まあまあみたいな感じなんですけど、まあ、どういうかというと興味関心を持って聞けるのは、はい、その人の、まあ、幸せとか、はい、その安心とかっていうところに対して、はい、まあ、いわゆる欲求ですよね。そこが見えて、その幸せってどういうことなんですか、はい、それに対して何か今取り組んでいることだとかがあり、それに対する課題問題ってどんなことなんですか、はいはい、それが自分の持ち合わせている保険とかサービス、はい、まあ、時には不動産でもいいです、はい、その時間っていう話ですけど、時間を確保するために、今途中で聞いちゃいましたけど、まあ、人に任せるとか、はい、人に任せるためには何が必要になるんですか。マニュアル的なのがないとなかなか使い方が難しいなって、ね、なるほど、そこら辺を作成する、はい、そうすると、まあ、いろいろな部分は、大変だと思いますが、何がかかりますか。ちょっと誘導してるか。お金、そうですね、やっぱお金って必要になってきますね、そういうためにもね、はい、実際そういうお金って用意してるんですかみたいな話になってくれば、まあ、今すぐはいいかもしれないけど、今後のことを考えたらそういうことも当然事業拡大していったらみたいな話になった時にはそうですよね、まあ、その中で私がやっているものって、はい、そうなんです、不動産といったものなんですけど、はい、一旦こうローンを組むような形になりますけども、翌月から定額で、不動産を所有しているということは家賃収入という形です、はい、その部分でそういうものをに上乗せして返金プラス利益、はい、その利益の分が人件費として払えたら、はい、みたいな感じになると不動産売れちゃったりですね。おー、
ということで、そう、興味関心ってそもそもその人が成し得たい何か目標とか、はい、幸せとかといったところから聞いていって、はい、それに対する問題課題っていうところまで来ると、さっき言っていた自分が持っている商品、はい、サービス、それでもしかしたら対応できるんじゃないのっていうところで聞いていけば、はい、比較的興味関心を持てる。なるほど。っていうところがなんとなく分かっていただいたらいいかなと思って、はい、って思ってる人は多分、はい、そもそも自分の販売する、はい、商品にあまり興味関心がないかなって気がする。もしかしたらそうかもしれないですね。そこからだと思うよね、はい、別に好きとか嫌いとかじゃなくてもいいです、はい、自分の扱ってる、せっかく仕事してるわけですから、商品ってどんな特徴があって、はい、さっきも言ったようにどんな人を幸せにすることができるんだろうとか、逆にどういう人が持ち合わせないと、その商品がないと、要はその人は幸せにならないんだろうかとか、どんな人なんだろうかとか、まあ、保険なんかで言ったら一生懸命頑張ってるんだけど、なかなか今手持ちにはお金がない、そんな中で今日明日に事故に遭っちゃったりとかした時のリスクを持っているような人だったら、はい、となったらそこに興味関心を持って聞けたりとかすると思うんですよね。なるほど。イメージ、はい、湧きますでしょうかね。ちょっと今回すごくいい回なんじゃないかなって個人的に今本当ですか感じております。ありがとうございます、はい、ちょっと深いです。そうですね、感じしますけどね。なんかもし相手に興味持てないなって思ってたら、もしかしたらその自分の商品に興味関心を持ててないかもしれないので、うんうん、はい、そこを一回点検してみたら。そうでしょうね。何なんですかね。まあそのためにもね、茂木さんとも毎回お話をしてますけど、人で話を聞く、興味関心を持って聞くとか、その聞き方みたいなものを普段僕らお話をしてますけど、はい、それはやっぱりやり方方法であったり、あとはそれをならせるために、はい、実践練習なわけですよ、はい、トレーニングなわけですよ。ただ今のお話をした今日の部分っていうのは、いわゆる、はいはい、マインドの部分ね、はい、あり方、何のためにこれやってんのっていう、やっぱそこが明確にならないと興味関心が出てこないんで、そこはこうやっぱり自分で気づき上げる、すぐにバッとできるもんじゃないかと思いますよ。なるほど。なのでちょっとそこはでも、はい、まあそれが出るまでにはストレス感じるかもしれないですけど、俺何のためやってるのかなってのあるかもしれませんが、そこが研ぎ澄まされてすごい明確になってきたら、本当に営業楽になってくるんで、はい、で、ああこういうことかみたいな感じになるんで、ぜひ意識をしていただければと思いますよ。はい、こんなところで、はい、ありがとうございます。珍しい服深いな。はい、ありがとうございます。はい、では最後にお知らせなんですが、ノンストレスセールスポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。はい、具体的にこんなシーンでどうしたらいいのっていうのも全然 OK なので、ぜひご質問ください。はい、では今週はこちらで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。